5人組グループ嵐の相葉雅紀が出演するアキュラホームの新テレビ CM 壁ドン編が12日からスタートする。今回は相葉演じるアキュラホームの店長が客の理想の住宅を作るために奮闘する、心温まるドラマ仕立てのストーリーとなっている。夫婦の間に立ちふさがる大きな壁、どうしてどうして私たちの間に壁があるの？と嘆く妻と、物憂げに壁にもたれる夫を見た相葉店長が、諦めないでと声をかける